てくれる、みんな気づいた、ね、いびきが泣いてる、だってそうなの、だって生誕まんないんだもん、平日だ平日だから埋まんないんだもん。ないから泣いちゃうんだから。ジジイモンハートありがとう、トイバラとハートありがとうございます。うん、ひろきちゃんたゆきありがとう、ジジイモンハートありがとうございます。まあでも22になった理由もあるのでぜひってことで、理由しかないです。ね、目薬さしたのさっき痛い、下まつげすごい。おお。そう、22になった理由もちゃんとあるので、まあ平日なのは仕方がないってことで、みんな頑張ってきてください。海保健マンさん、たい焼きありがとう。たいちゃんさん、たい焼きありがとう。パルちゃん、ハートありがとう。誕生日当日だからじゃないかな。まあまあ、それもありますけど、違う理由もまあ、なくはないですので。バラ86さん、たい焼きありがとう。トラ。先発さん、ハートありがとうございます。アイさん、ハートありがとう。うわ、アホ毛が、いびきさ、巻き弱くてさ、巻き弱くてさっていうか巻いちゃうんだから、巻きがね、いぶきってさ、巻きがね、あれなの、すぐ取れるったい、すぐ取れるので巻くわ、今から私巻く、髪の毛。お風呂まだ入ってない、本当はね、もう秒で入るんだけど、今日は割と今さっきというか、体調良すぎやろ、体調良すぎよ、違うよ、ショールーム夜できるようになってし、あの結構してます。今まで私ショールーム全然しない民だったんですけど、夜になってできる時間が増えまして、暇ですし夜って、やります。ジジリモンハッタありがとう、長秀さん待機ありがとう、山崎パンさんハッタありがとう。やるしかないでしょ、夜できるようになったら、私の時間やん夜なんてさ。怒られるよ、小児科の先生、知らないよ、見てないもんね、先生に怒られるよ、寝なさいって言われて。でもさ、わかる、早めにしてって思う方も絶対いるよね、たまには言う方も、たまには、そう、仕事が早いよって人はさ、え、湯気、えトラ見て、やらかした、見てトラ、髪の毛なんか変なくるくるなった、トラ見て、ね、トラ見て見て、チーチーになっちゃった、そういうことよ、みんな分かった？分かってくれた？そった。昨日メールでショールームのお知らせした件、寝落ちした件嬉しいだって、あ、してたのね、寝落ちを、寝てたの、え、ねえ、ごめん、かゆい、ごめん、誕生日生誕いけるかな、私だって、おいでおいで、もうとりあえずいぶきのことが好きって人は、好きだっていう気持ちがある人は来なさい、自分に正直になるべき、それで再確認するの、あ、自分行きたい、いぶきの生誕に行きたいってさ、わざわざさ、いぶきのことがもしも本当に嫌いなら、はこんな人の生誕行かねえよ、お祝いしてやんねえよと思うじゃん、他のメンバー見たいとしてもよ、見たいと思っても、いぶきがさ主役になっちゃうわけじゃん、生誕って。
いぶきのことが嫌いなら確かに、いやいや、いぶきの生誕ならいいわ、別にしに行こうってなるわけ。いっぱいおるかも。ガラ空きやったらどうしよう。でもいぶきが行きたいって思うってことは、いぶきのことが好きってことよ。行くに決まってるじゃん、てんてん。遅れてもいいよ、遅れても許します。ピーチまでに来れば許します。セーラーさん、ハッタありがとう。ダホンハッタありがとう。ヨッシーアンチャンズさん、たやきありがとう。中島優さん、たやきありがとう。ゆうきの家族も全員来るかな。平日ですからね、どうなんですかね、微妙。仕事の都合、仕事次第です。でもまあお父さんとお母さんは来るんじゃないでございますかね。みんなそうやってね、いろいろ調節してくれるけどね。ありがとうだ。ゲーム用水さん、ハットありがとう。ね、目かゆいよやっぱ。私こっちの目だけかーい。痛い痛い。怪物くん懐かしいな。見てたことある？フランケン、あのフランケンの方どうなってんだろうとか思った前まで。ロクさん、ハットありがとうございます。のんちゃん、たい焼きありがとう。レイナさん、たい焼きありがとう。お母さん、洗い物終わるとき言って。なんでこっち来るとき言って。なんかまた頼むんでしょ。何、とりあえずこっち来るとき教えて。来るよ。え、もう来るよ。ずっち、たやきありがとう。翔平、なにこれ、おもしれ女ありがとう。ゆうせいさん、かわいいありがとう。ゆうせいさん、 MJ、 なにこれ、琥珀糖ありがとう。怪物くんって実写版、実写版。私アニメあんま見ないな。福岡市民さん、なんか美味しそうなのありがとう。いぶきくん、ハートありがとう。よっちーだるまありがとう。お腹痛い。あいちゃん、お花ありがとう。ぶーちゃん愛してるよだって。ありがとう、嬉しいよ。いぶきくん、ハートありがとうございます。かゆい。よっちーだるまありがとう。さんまるさん、ハートありがとう。いぶきがさ、最近ずっと生誕さ22かもつか匂わせしてたの気づいてた人いる？まあ気づかないよね。レイナさん、たい焼きありがとう。みどりさん、たい焼きありがとう。なんかみんなたい焼きなんで、そんなたい焼き最近多いの。ダレルンさん、かわいいありがとうございます。たい、ハートありがとう。ザッキーさん、たい焼きありがとうございます。絶対22だと思ったって。そうでしょ、だって平日だからさ、やっぱ早くに言っとかないとみんな休み取れないなと思って、ちゃんとマネージャーさんに匂わせしていいですかって聞いて、匂わせしていいよって言われたからやってました。ミクさん、ペンライトありがとうございます。平日だもんね。そう、平日だから休みさ早めに取らなきゃでしょ。てかもうもはや取ってるぐらいじゃない。でね、もう出したぐらいでしょ。お姉ちゃんとかはそうだった気がする。お姉ちゃんたちもね、調節せなって、ね、そう。くさんさん、たやきありがとう。ゆっきさん、にじるのしありがとう。マジで絶対生誕行きたいって、待ってるよ。最近私可愛いチーク見つけたんです。キラキラ可愛いチーク見つけました。ゆうせい、ハートありがとう。よちだるまありがとう。のぐひでしゃん、にじるのしありがとう。お顔も可愛いしチークも可愛い。チーク探してます、教えて。あのね、チークいぶきあれだったのよ。最近までマジでチーク塗らない人だったのね、お母さん。
マジでチーク塗らないかったんだけど、最近結構チークが濃ゆいってことに、前撮影でチークをちょっと濃くする撮影だったのね。でチーク濃くしてもらったら可愛くて可愛くて可愛かったので、ハマりました。じゃあ持ってくるね、教えてってなんか言ってたから、みんなが痛っ痛い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 踏んで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 痛いとこ踏んで痛い動け痛い歌いと痛いとこ踏んで踏むとよ、痛いとこ踏むも何もここやもん、どうも、ハッタリオトクサンさん、たやきありがとう。なんであれやろね、痛かった。いぶきのチークは参考になりませんけどね、まあ。私が最近使っておられるチークは、チークじゃないんです。私、アイシャドウなんです。これ誰でもきっと買えます。キャンメイク。キャンメイク、これ。これ見て、このアイシャドウ、このアイシャドウです。私、あ、このアイシャドウをこういうなんかもう、なんかこれはチークの筆になったんです。いつの間にか、これをこの濃ゆいピンク、この濃ゆいピンク、これです。濃ゆいピンクをこうやって頑張ってこうやって取るのよ。くる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 って、はい、忘れた。じゃあタンタカタン、タンタカタン、ライトをつけましょう。こうやって、これ超かわいいの、マジでね。ねえ、このチークね、こうやってしたらね、キラキラでオーロラみたいなの。タンタカタン、タンタカタン、うんふんふん、こうやってグリグリってして、うんふ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 んってやるんです。まあでもポポ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 、お母さんにめっちゃ前に買ってもらいました。これを接客してくれた方がまさかの私のファンの方でしたっていう裏話。ここどこのだっけ、このお花のマーク、マリクワみたいなやつ、このね、これなんかまあキラキラだったりの、これもアイシャドウなんですけど、これをただここにチュンチュンバンバンチュンバンチュンバンチュンバンってのせるだけ。そう、買った後にいぶきちゃんですかって言って、あとこれもおすすめだよ。このね、ちょっとキラキラしててあんま見せれないんだけど、ほら虹色の、あ、ちょっとこれさ、あ、見えない、これおすすめ。これもすっごくキラキラだよ、ほら、もうすっごいキラキラでしょ。あ、家全体が見える、見てて、見ててね。いぶきよりみんなの話してるね。え、絶対みんなの方が知っとるかも。ほら、あ、なんか微妙じゃない、なんか見える、ちょっと自然光、ほら、うん、見てキラキラでしょ。天神のお店の店員さんもまさかのいぶき推しだったって。わあ、いぶき推しいっぱいやん。これもいいです、このチークみたいな、チークじゃない、これはでもハイライト、ほらキラ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 、いた、こんな感じ。そしてファンデーションは絶対に私はマットです。マット、あ、お母ちゃんこっち来るとき言ってって言ったじゃん。まだ来てないもん、目の前アイス取って。ダメやろ、使い続けて。そのために私ショールーム始めたんだから。
だけど昨日多数決で負けたやん。ショールームだったら食べていいかなって思って。最近アイス我慢してんの。こんな感じです。28日。うわ待って28日パジャドラ公演、自分のお誕生日だって。お誕生日なの？じゃあ、あの私お誕生日だよって教えてくれよ。教えてね。レイス、たよきありがとう。カズオさん、ハッタありがとう。多数決、多数決してもみんなが意地悪だってことは私もう分かったからいいの。しない、今日はもういいもん。ミニスカートの様子、ゆうちゃんみたいから。生誕の時全然手紙ありません私は。はい、いいですね。今日も顔かわいいね、だってキュルルキュルル。ねえねえねえ、会いたくて嫌になる、聞き分けが良くない自分、何度も振り返り、明日はお仕事なの？はい、明日はリハです。しゅんさん、ハートありがとう。よっちー、ハートありがとう。あー、いぶきが可愛いだって。いやいや、なんか今たい焼きな、何やってんの？たい焼き、たい焼き、たい焼き。やっちーハートありがとう。まさるさん、たい焼きありがとう。あ、そうね、オッケー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 。アイス食べる私は。ごめん。ってことで、私は1番トラキチ、2番フルーツアイス、どっちか投票して味決めていいよ。食べないの？食べないはない。どれがいいと思う？ピピピピピ、私一番トラキチって言った。トラキチ、でもブドウ食べたいからブドウにしよう。投票の意味がないやん。でもやっぱトラキチも食べたいかも。どうしよう。あ、これマスカット。でも投票はトラキチ。投票はトラキチって言ってた。けどなんか歯向かいたいから、はい、フルーツにする。パンコーヒー、フルーツにします。危ない、冷たいです。トラキチ今日食べたら美味しいよね。トラキチ、山の花さん、虹、間違えた、たやきありがとう。最近まで体調が悪かったとは思えない。いや本当にそうだよ。ビニール持って歩いてた。ビニール持って歩いてたからです。またぶちまける方、分かる。私も今めっちゃ焦ったって、これが真っ二つだもん。キャー、怖い怖い。俺もガリガリ君食べるだって。ガリガリ君、ガリガリ君って美味しいよね。ステージでなんか泣きそうに見えた。また？また私ステージで泣いてた？昨日もね、泣いてたね、泣いてたってコメント来てたの、ショールームで。また私ステージ泣いてた？もうちょこちょい。マサルさん、虹色の足ありがとうございます。
よっちーだるまありがとう。これはさあれだね、決めたい。歯が近く過敏にはつらい。これ歯医者定期的に検診行ってるのね。うん、だって今までで歯医者できたことないんです。虫歯がないと虫歯ができたことない、うん、検診行きよっけね。うまっ。見てこのアイスの特徴はね、中がチューリップ型なの。中お花になってるんです。見える？ケネスさん、ハートありがとう。ヨッチー、ダルマありがとう。隠れ虫歯かもやって、え、そんななんの？でも歯医者行くよ。でも歯医者さんで見つかってないってことは虫歯じゃないらしい。痛くも痒くも甘くもない。トラキチ佐賀のやつなんだって。だから九州しか売ってないって。あ、そうなの？え、九州って私は九州？は？え、ちゃちゃちゃ、売ってるよね。売ってるよ、私福岡。ん？何を言ってるの？九州？北、あ、あれ？北九州じゃないよ。違いました。え？え？違う違う、言葉が難しいからもうこの話は終わり。ほらー、お母さん白目向いたわ。イブキック、どれもありがとう。楽しいよね。さん、ハートありがとう。たゆきもありがとう。どれもありがとう。ハートもありがとう。まさかのチリ苦手。私でなんか科目、得意科目あると思う？あるよ。トラキチ知らんの。やが。だって、え？あんなに美味しいの知らないの？あれすごく美味しいんだよ。お母さん、あきれとうけど、今日から一人で寝て、向こうで。ふふふ、なんかびっくりしてる。おごりまっせ。懐かしいね。ゴリラだ、ゴリラ。もうじゃあ、すごい。6歳までに虫歯を、うんうん、そう。6歳までに虫歯菌がつかなかったら虫歯にならないらしいよ。だって、うん、お母さんありがとうございます。私があの子供の頃寝てる間になんかいやいや歯磨きさえされて起こされて、わざわざありがとうございます。今となればいい思い出です。あのあれやね、でもあの時はとっても不快な思いをしていました。もう爆睡してんだよ。多分ご飯食べて寝落ちしてたんだろうね。もう爆睡してんのにさ、ゆげ歯磨きって起こされんの。うん、今日は、虫歯なりゃって言ってシャカ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 、しかもさ、ゆっくりさ、はいはい、口開けてって言う人もカシャカシャカシャカ身が返って、あれやね、そう、スキンシップもしてないもんね。ん、うん、親のスキンシップが感染経路になるのよ。だってあのね、しばしき私チューしたことないんですよ、お母さんともお父さんと。虫歯になるからってそうらしい。なんか私猫ちゃんにさ、猫ちゃんのこと食べるとかさ、猫ちゃんにチューするとかさ、よく聞くけどさ、ないです、うちそれも、それすらない。でもね、言われたの、だけど本当になんかちっちゃい頃とかだったらさ、みんなから、いや絶対ちっちゃい頃お母さんとかとチューしたことあるよみたいなさ、なんかさ、え、そうなんかなと思ってお母さんに聞くじゃん。お母さん、ないよ、うちマジでないよって。そりゃそうですよ、だってこんなお母さんこんなこの逆の親ですよ。なるわけないですか。いぶきに認知されたいなって、いぶき推しっていうあれがあるから、認知してあげましょう。ほらチャムさん、初見の方、タワーありがとうございます。
ありがとう。虫歯の話しかしてない気がするけど、アリバムシバキン、バイバイ。何何バイバイ。アリバムシバ。ありがとう。にょ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 。そんなに私の虫歯話面白かったかな。ありがとうございます。嬉しい。バイト終わっただって、お疲れ様。アッキー、虹色の足ありがとう。虫歯になったことはない。え、なんか声おかしい。声が後から聞こえてくるよ。声が遅れて聞こえてくるよ。認知してくださいっていうことは、それなりの行動を取ってから言ってください。もうそんなね、全員推しの方を私が認知するわけ、そんな私は公的じゃありません。確かにこれにいっぱい来てくれてたら顔は覚えれますよ。顔とかはいつもありがとうございますって覚えるけど、いぶき推しっていう認知が欲しい、私はいぶき推しですって言えるぐらいになったらちゃんと言ってください。自分はイブ教師の誰々です。そしたら私もあの3日3回目ぐらいで認知します。おっらおっらえ。東八海さん、ハッタありがとう。カイホッケーマンさん、たやきありがとう。次からお茶持っていきますって、え、楽しみ、嬉しい、ワクワク待ってます。いぶきのこと好きだよだって、ありがとう、嬉しいね。遅っ。そんなね、アイドルに何人何千人のファンがいると思ってんの。そんな、確かにみんなにはそりゃありがとうっては思いますよ。でもアイドルも人間なので、脳みそが、アイドルって顔ちっちゃいでしょ、メンバーそれぞれだから、優しさです。それはファンのみんなが優しくして来た時とかに、誰誰だよありがとうって言ったら絶対に覚えますから、それは 100% で。握手会とかで来たり、お見送りの時とかにも、例えばさ、わー今日も七日今日も来たよ、いぶきだよとか言って毎回のように言ってたりしたら 100% 覚えますよ、もちろんね。はい、わかりましたか。優しさも大事なんです。それでもしもだって間違えられるのも覚え、誰だと思うって思って間違えられるのも傷つくでしょ。そしたらもう最初から傷つくことを選ばない。だってもう覚えたらさ、わ、まあまあまあ、そういうことよ、そういうこと。うん、わかりました。近過敏の人あるある、アイスクリームさ、ソフトクリームって食べるのむずくない？結構でスプーンないと食べれない。うん、うん、ショールーム名前で来てたら割とわかる、誰々だよって言われたらわかります。トイタコさんありがとう。あ、バラもありがとう。好きなタイプ優しい人だもんな。そうそうそう、好きなタイプ優しい。あ、メモ、もう一回言おうか、もう一回言ったがいい、私のメモ帳。お母さんのメモ帳ほぼ。の香り食べたい。お母さん食べたい。食べたい。食べたい。冷たい。喉が。え、今。通ってる、ここ。ここに。そんなにもう下来たと？うん。早すぎやろ。ここは通った。ケティンのたやきありがとう。ケントさんたやきありがとう。うさだ3日のチェーンと、てかアイス食べてるべき、かわいいだって。え？
今遅いよ。もう15分前から食べよって。イブさんと劇場に見に来る、あ、イブさんは劇場に見に来ると感謝の言葉をかけてくるのとっても嬉しいですだって。そりゃもう来てくださってありがとうですよ。来てくれなきゃ私たちは誰に何をしておられるんですかっていう、練習ですかって言われになりますよね。お客さんがいることはとてもありがたいでござるです。まさみさんハートありがとう。いぶきくんハートありがとう。生誕祭絶対行くからねだって。待ってるね。22です。二次受付で完売しますよ。あ、一次受付で完売しますように。いっぱい食べる部が好きだから、だからもっと食べてだって。あ、私も今日もいっぱい食べました。しっかりでご飯食べた。ありがとうございます。はい、うん、かずおさんハットありがとう。こんばんはだって。こんばんは、こんばんは皆さん。ジジイモンたやきありがとう。今日みんな何してたの。平日じゃん。明日も平日じゃん。間違えた。土日ですね今。土日じゃん。トラ、さあソファーの下スリ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 回ってもね、なでんや上、こ上、ここ、ここ、ここに来るんよ。そう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 、抜けてきました。今日は私公園でした。ママハートありがとう。ダーレルンさんたやきありがとう。あ、トラです。トラかわいいね。のき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 、あ、ひこひひ、おきき、おきき、よっしゃ。 HKT でするポーズは毎回同じですかって。違います。考えてはないけど違う気がする。違いと思います。今日くしゃみ多めだねって。そう、今日くしゃみ多めね。 DMM でイブちゃんを応援してましただって。ありがとう、嬉しい、ありがとうってね。トラありがとう。チーム H はサマステの瀬戸に決め始めてるんよねだって。はい、今日の夜。あ、今日、さっきです。さっき、なになにけいちゃん、うん、風ドラもう終わっちゃうのやばないだって。やばい、本当に。今日は久しぶりにちょっとありがとうだって。そう、体調悪かったからね。もも、誰もありがとう。そんな安な顔しないよ。ほら、いや、似てない顔。いや、そんなやらないでもいいやん。ひどい、もうかゆ、ケケがコロコロある。コロコロ、んん、タン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 、逃げました。トラちゃんはもう抱っこは嫌って顔してる。抱っこはやめてって顔してる。
は嫌なの嫌なのらしい。すごいね、クラちゃん抜け抜けが。次の30日ちゃんも結社行くよ。クレシンうちは作ってくね。だってクレヨンしんちゃん嬉しい。やった待ってます。よしハートありがとう。待って待ってミュート。えい、オッケー。あらららおかえり、ただいま。止まったのかと思ったらすいません、私が止めました。この時間を錬金いつぶり。はずきちゃんの中央公園とか。確かにその辺千秋楽私いた。千秋楽いました。ハズジ好きよ。ハズジ大好きだよ。舞台見に来てくれてた。大好きなハズジが。ネイルしたいネイルしたいネイルしたい。1ヶ月ぶりのアイドルウィーク楽しみ。いい席分かったら、そのあ席分かったらすぐ言うから見つけてねって。見つけろね。ラキチさん、たい焼きありがとうございます。あ、ふびぷたらさん、バラありがとうございます。錬金と生誕近いのやめてください。ね、そうだよね、本当に近いよね。どうするよ、みんなどうする。ジージリモン、たい焼きありがとう。イブちゃんこんばんは。こんばんは。ジージリモン、ジージリモン、 JK さん、たい焼きありがとうございます。いぶきなさん眠くなってきた。やばい、マジで寝そう。眠いです。香港のジャッキーさん、たい焼きありがとう。寝なさいだって。眠い私今日。生誕を選びますだって。ありがとうございます。来てください。もう目がつぶれそう。目がだってね、今日私結構寝た結構寝たよ。もうルキーみんな眠くたいの？みんな何時に寝るの？みんな何時に寝るのかな？眠い。でもまだ飲んでる。だって寝なさい。健康に生きよう。長生きしようよみんな。みんなも長生きしよう。夜勤ですって。わあ大変だ、仕事頑張って。ちょっと眠いから近くにこうしとこう。よし、あもうちょっと遠くで。よし、1時くらいになるかなって。私も多分同じぐらいだ。でもお風呂私5分で上がれるからなお風呂5分で布団に行けます。10分もあれば私も布団に行けます。髪乾かしてください。嫌です。この19年間私は、あもう19ってまだ18だったよ。もうこの18年間私は乾かさないで、まだこのトゥルトゥルの髪をまだ
保ってるんで、まあ確かにアホ毛は多いですけど、はい、大丈夫です。乾かさなくても生きていけます。お父さんに頭がカビ生えるよ、枕もカビ生えるよ、お前来てなかーって言われます。でも私は18年間大丈夫ですから、まあ、枕は定期的に変えればいいんです。タオル引きますし、うんうんほら、じゃあ俺も乾かさなくていいか。いいよいいよ、一緒のことを一緒にしよう。いぶきと乾かしてキュルキュル保ってください。え、何？え、じゃあ何？今の私が髪の毛はキュルキュルじゃないって言いたいの？あ、じゃあ何、みんなからしたら私の髪の毛はバタバタに見えてるの？そしたらじゃあ私はそれは、あ、私の髪の毛ってバサバサなんだ、私ってバサバサの髪の毛なんだって思って、思い込みでどん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 バサバサになっていけばいいんだ。バサバサになっていっちゃって、もう髪の毛なんて見えなくなっちゃえばいいんだ。そして私の髪の毛見えなくなって、どうせみんなは、あ、いぶきじゃないな、これはこんなにいぶきじゃないとか言って押されなくなるんだ、みんなから。そして私は押されなくなって、アイドルとしての生き方を忘れてやめちゃえばいいんだ。でも私はやめらんなくて、それでもアイドルを続けて売れちゃえばいいんだ。そして売れちゃって、私はもうテレビでもうファンの皆さんに裏切られてからこうやって成功しましたって言えばいいんだ。おー、確かに。よし、全然みんな必須公文じゃないよ、全然あの落ちない落ちてない、うえうえ、全然ポップポップポップよ、私ポジティブよ。そうよ、ポジティブよ私。何？前向きって。私ポジティブに決まったじゃないですか。そんな必須公文ってみんな言って、え、どれどれ必須公文、そんなことないよっていっぱい、そんなことないよ、違う違う、私は私上よ、全然そんなことないよ。ネガティブな。でもね、これメンバーのところ、メンバーにもやるしね、友達にもやるの。これが要するにこの今時のカエル化っていうやつ、今時で言うカエル化ってやつ。やばい、私みんなにカエル化される。お母さんといつもカエル化してる。お母さんに言われるのよ。お母さん TikTok めっちゃ見る人だからさ、そういう、あとカエル化よってお母さんにめっちゃ言われる。ルークさん、ハートありがとうございます。よし、ハートありがとう。こんばんは、こんばんは。ニコケロケロ、なんでケロケロ。カエルか。あ、カエルか。え、すみま、カエルってこと。え、そういうこと。やんとも自分でカエルかって言ったっけ。あ、そういうこと、カエルか。ハリボンちゃん、ハートありがとうございます。くる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 、カエルか、そう、これこの子のまさみさん世界、カエルか、カエルか。あ、もうわかったよ、ここにいるみんなはきっとこの時代に追いつけてないかと思うから教えてあげよう。カエルかっていうのは、こういぶきみたいに、いぶき合ってるかな、いぶきのことを好きな人がとある行動で嫌いになる、冷める、冷めるっていうの。あ、違うよ、あれらしいよ、本当のカエルかってあれらしいよ、あの、こ、私、いぶきが、ん？あ、そう、いぶきのことが、ん？いぶきを好きやったのに、いぶきが好きになった瞬間、こうやって引くみたいな、らしいよ。分かってないやろ、全然。そうらしいよ、みんな知ってた。分からん。そういうこと。うん、そういうこと、そういうこと。え、いぶきも分かってないじゃんって。いや、分かってる分かってる、なんとなく分かってる、大丈夫大丈夫。そういうことよ、とりあえず、とりあえずそんな感じ。みんなは勉強してください。みんなの、みんなのために私は詳しいことは教えません。うまそう。おい、笑える。ヤッホーくれたらって、あと5分ぐらい、まだセーフだ。
ありがとう。箱のジャッキーさん貼ってありがとう。ポップコーン貼ってありがとう。豊野邦夫さん貼ってありがとう。でも、イブの好きなタイプは私、違います。うん、そんな。遠いタコを焼き食べたい。タコありがとう。大金もありがとう。ケンさん、ハートありがとうございます。コウヘン、ハートありがとう。まあ、とりあえず、この世には難しい言葉がいっぱいあるってこと。そういうことです。わかりましたか？わかりましたね。チョウヘン、ハートありがとう。ダーホン、タコ、ありがとう。なんかいつかタコカツかなるんじゃない？なんやねんってね。宿題しながら見てるようだって偉い。頑張って宿題。いぶきも宿題頑張る。あ、いぶき宿題ない。あおり。頑張って。そらジロー、ハートありがとう。ジージリもたい焼きありがとうございます。オオカミ。わー！オオカミかっこいいよね。いぶきオオカミ。あの狼と暮らしたい。嘘つけ。もう嘘つ。狼と暮らしたい。どうしてさ。もう。狼少年みたいなあるじゃん。そういうこと。うん。で、四足四足歩行になるんだよ。四足歩行って何もう。嘘つきって狼だったっけ、うん、狼少年。あ、狼少年って嘘。あ、私もう狼の答え育ってるってこと、うん、狼違う。あの、いるじゃん、少年、育てられた少年。え、いるよね。あれ、おとぎ話じゃないよね。違うね、いるよね。いるのよ、海外に狼に育てられた子。そんなのみんな知っとるよ。マジドさん、たい焼きありがとうございます。みんな分かった。ダーホン貼ってありがとうございます。カズワさん、ハッタありがとう。母ちゃん、オオカミなんか、うん、お母さん、オオカミより怖い、もはや。オオカミじゃない、ヤマンバです。ガーン。ヤマンバ。オオカミが開ける。あのさ、青山かな、青山。青森か。そんな何もいい。青山ってさ、洋服が青山じゃね。スーツのお店あったよね。あるよ、青山。青森です。青森にいる。あ、生ハゲ。どうしたぞ、生ハゲが。お母さん、生ハゲ。私が、ヤマンバじゃない、生ハゲです。母、生ハゲ。海保険マン、たい焼きありがとう。もう呆れてるから、お母さん。生ハゲ秋田なんだ。楽しい。あ、もう終わっちゃうってこと。秋田の生ハゲ。ほら、お疲れ様ですって。本当に困ったお母さん。香港のジャッキー、ハートありがとう。いぶきにリアコの人いるんかな、この世の中。ほら、おらんよね。ゆきよね、お母さんと話すんよ。お母さんにおらんよって。絶対おらんよ、こんな性格。アイドルやけん見れるよって。奈良さん、サンハットありがとうございます。お父さん、あ、今日ゴルフ。めっちゃおもろくない。母ちゃん、たい焼きありがとう。何人かいるかな。聞いてくれとるやん、ちゃんと。それ大丈夫。それだ。おかえり。なんかどうしたの、どうしたの、どうした、その格好ダサいよ。あー、面白そう。もう笑わない。飲みすぎだ。疲れた。ジョルームしてるよ、私。そう、うん、そうよ。しーよ、しーよ。はい、お父さん帰ってきました。静かにして、向こうに行って。ショールーム中なんで。ゆきを妹にしたいとは常に思ってる。だって本当に
それ大丈夫、それも。でも妹にしたら確かに可愛いと思う。は？え？お姉ちゃんたち嫌って言う。え？おかえりなさーいってって。ダサい。ひた嬉しそうな顔しと。ダサい。やめり、それ外で、それ、それ外でそれ行くの。うん、最悪、セーターそれで行くの。それで行く、行かれんよ。はぁ、面白いな。ランキングそうよ、もう。あんた昨日ギリギリや。行きます。今日はもうサク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 カクカク読んじゃうんだから。サクサクできんじゃん。いきます。15位、マサルさん。14位、ダーフォン。13位、ジンさん。12位、香港のジャッキーさん。11位、福岡市民さん。10位、トイ。10位か。10位、トイ。9位、キウイ。イブキック。8位、ハッチー。ヨッシー、ハンチャーズさん。イブブね。はい。7位、海北ケンマンさん。6位、ショウヘイ。5位 MJ、 4位ヨッチー、3楽しいよね、2位シュンさん、1位チャムさん。タワーもありがとうございます。チャムさんありがとうございました。ほい、ということで私はもう寝ます。寝ませんけど寝ます。今から TikTok でも撮ろうかな、暇だし。ってことで、もしも TikTok 撮れそう、撮れたら、うん、明日出しますってことで、シュンさん貼ってありがとう。ということで、みんなも長生きしたいなら早く寝てくださいね。あ、暇だったらいぶきになんか送りつけていいよ。みんなの Twitter 見に行くわ。じゃあってことで、ありがとう、今日も来てくれて。おやすみ、バイバイ、バーイ。あ、ルーさんお花ありがとう。バイバーイ、ありがとう、おやすみなさーい。バイバーイ。バイ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 。あれ、なかなか。